ベイザーとは卵を意味するヘブライ語の単語。ミクラーは鳥の卵、毒蛇の卵、ダチョウが温かい砂に卵を置き去りにするという事実についても言及している。スカラ、母鳥とヒナを同時に取らないことが人間的なミツワーとして新名二22、6に書かれているが、マイモニデスは迷える者への手引きの中でこのような状況下での母親の苦痛が計り知れない。 ことを書いている。これは、母猿団長の故事を思い起こさせる。また三つわでは、狩猟をせず、生きた動物の都質部分を食べることをしないが、これらは、ユダヤ人や異教徒への暴力を厭う思想を生んできた。イザヤ書10時14分において、アッシリア王の姿が、諸民族を略奪するものとして描かれ、アッシリア王が、私の手が鳥の巣を奪うように、 諸民族の手に伸びたと書かれ、それに対し、万軍の主なる神は太ったものの中に衰弱を送り、燃えさせられると結ばれている。ラビによれば、性別され、穴を開けた鳥の卵は食べることができる。なお、肉、フリーシクと、父ルク派を完全に分けるが、雛鳥は父を出さないので、雛鳥は肉には含まれない。ミシュナー第二巻セーデルモエード。 第7編がマッセヘとベーツアーである。祝祭、祭日に問われる仕事について論じている。ヘブライ聖書における関連項目は、レビキ23である。バビロニアタルムードで40枚、エルサレムタルムードで5枚である。5章からなる。ベーツアーヨームトーブ、ヨーンテフペサファの皿に乗る5種類の食べ物の、一つで、ゆで卵である。エルサレム神殿で捧げられた、 古代のコルバーンハギーガーコルベンチャジェガを象徴しているとされる。ペサハの備え物とヘブライ語、ハギーガーが二つとも、穀物の備え物ミートファリングスであったとしても、悲しみ、もう象徴する卵によって記念される。ありがとうございます。